こんにちは、阿部サダヲです。中里依紗です。磯村隼人です。吉田羊です。来年1月スタートの金曜ドラマ不適切にも程があるに私たちが出演することになりました。久しぶりにまた2020年以来 TBS のドラマで、工藤さんの脚本も久しぶりなんで、なんかすごい嬉しかったですね、でまたこの2020年の時も恋する母たちご存知ですか？あのドラマの時の方たちもね、一緒だって聞いてすごくなんか嬉しかったし、なんかいろんな役をできる人たちだから、また違いますけどね、今回楽しみだなっていうのがあります。私は本当にお久しぶりの皆様と、前も本当にあったかい現場だったので、今回もすごくこれから、さっきポスター撮影したんですけど、その時からもう、あ、これ絶対面白いなっていうなんか確信が持てたので、撮影がすごい楽しみです。恋する母たち以来で、また皆様とご一緒できるのですごく楽しみなところと、あと工藤官九郎さんの脚本に参加するのは初めましてなので、そこも含めて今からワクワクしています。工藤さんのドラマは好きで拝見してたので、あ、選んでいただいたんだってい こう嬉しい気持ちでいっぱいです。でまたね、このメンバーは恋する母たちも何度も言ってますけど、最初なんか見た時はパラビでサイドストーリーでもやるのかなと思ったんですけど、金曜ドラマということで緻密なこう計算したお芝居もできるし、一方でこうアドリブで爆発する瞬間的なお芝居もできる方々なので、こうシーンが膨らんでいくのがすごく楽しみです。いや、 やっぱり面白いことを考えるなというか、ある意味挑戦するところもあると思うんですけど、面白いドラマだなって、今だからできるようなドラマがやっぱりできたんだなっていう感じがしますね。あとやっぱりこのキャスト、ね、恋する母たちのキャストなんで、まだ全部出来上がってはいないんですけど、やっぱあの時の感じも残ってはいるんで、唇にだからキスとかもあんのかなっていうちょっとあるのかなっていうのはありますけどね。どうでしょうか。役どころについて。役どころってね、昭和の本当に昭和を知らない方たちは知らないですけど、知ってる方たちには懐かしい、あ、こういう人いたなみたいな、あの先生なんですけどね、体育教師っていう、僕もそういう先生いたなって思いながら今役作りをしていこうと思いますんで、でもこういう人っていていいんじゃないかなって思わせてくれるような人にもなりたいですね、今でこの時代でもっていうのがあります。脚を読んだ感想は本当にもう止まらなくて、でもまだここでは言えないんですけど、え、これってどうやって撮るのっていう、すごくワクワクするシーンがいっぱい組み込まれてて、すごい今から楽しみでもあるし、なんかプレッシャーこれできるから上手にっていうプレッシャーもすごくありますね。そして私の役どころはシングルマザーの役で、で仕事に、バラエティの AP さんの役なんですけど、仕事に復帰するっていう、すごく気持ちはあるんですけど、なんかすごいあんまりちょっとうまくいかないのかなっていう、そういう、私も母親なので、なんかちょっとなんかこうできる部分があるかなと思っています。本当にこの時代だから描けるテーマなんだろうなっていうところに、工藤さん の生み出す掛け合いというか言葉が本当に面白いので、自分もこれがどうなっていくんだろうなっていう楽しみもありつつ、本当にこの表現どうやってやるんだろうみたいな、僕らも挑戦的なことをしなければいけないので、そういった意味ではやりがいのある3ヶ月になりそうだなと思ってます。で僕の役はそうですね、あるアイドルに憧れているという人物です。もうそれ以上はないですちょっと似てるなって思いましたよ、自分で言うのもあれですけど、あ、もう大丈夫だって安心感はありますけど。ありますか、大丈夫ですか。絶対ちょっと浮いてるんですよ、だから今日スタートの時もそうだったんですけど、僕だけはちょっと違う人だったんですよちょっと違いましたよ ね、でも なんであんな格好してんだろうって思わせてくれるからいいんですよ。どういう役なんだろう、そう、すごく想像する
とても挑戦的な脚本だなと思いましたし、読みながらこれ放送できるのかなってこう心配になるような脚本で、でも令和の多様性の時代をこう逆手に取った表現とかもあって、視聴者の皆様は気づいたらこう巻き込まれて、それが快感に変わっていくんじゃないかなと踏んでいます。で、私の役は令和時代を生きるフェミニストの役なんですけれども、この時代の正義をこう振りかざしながら一郎さんに切り込んでいく役なんですよね。で、それはきっと視聴者の目線と同じというか、私を通して皆さんはこのドラマをご覧になっていくんじゃないかな、そういう存在かなと思ってます。昭和じゃない、生まれは昭和？平成です。平成生まれ？はい。知らないでしょ、昭和のことね。わからないですね。幻みたいな感じですよ。幻やっぱ。あったわ。昭和が幻って言われて困りますね。昭和があったから言うんだよ。俺は昭和で育ってるから、普通で作ったからね、あの頃の感じが。だから今、信じられないことはいっぱいありますよね。洋服とかもね、今みんな昭和の格好みたいに戻ってきてますよね。そうですね。だから、ね、違和感ないです。違和感ないです。そうそう、いるいる。いらっしゃいます。じゃあ大丈夫。社会が寛容だったなというふうに思いますね。まあ、今でこそ自由だとか多様性だとかって言われてますけど、でテレビでもね、普通に深夜11時ぐらいになると、上半身裸の女性が出ていましたし、うん、それをこう、ね、こっそり、隣の部屋から、ね、そうそう、チャンネルだったんですよ、このこういうガッガッガッて、そのガッガを鳴らさないように動かすっていう、ね、それは上手かったですよね。なんかいろいろ工夫する時代でしたね。そうそうそう、なんか物がない時代だからこそ、ね、ビデオも上から録画しないように詰め寄ったりとか、画節でもそうでしたね。そうそうそう、ウォークマンが出た時は本当に衝撃的、ね、そうでしたよ。音楽を持ち歩けるのって思いましたし、へえですよね。楽しみにしてることしかないですけどね。まあ、どういうふうに撮影していくのかっていうのと、まあ、どういうふうに断絶するように撮るのかもあるし、多分ですけど撮影じゃない日も練習みたいなのがありそうだろうなっていう、それはすごく感じてるんですね。ちょっと家でいつも私台本覚えるときはお風呂で覚えるんですけど、多分リビングでも何かやらなきゃいけないんだろうなっていう、たくさんこれから言えないこといっぱいあるんですけど、毎回多分、なんかありますよね。まあ、僕でいくとやっぱり昭和の時代をまあ体験できるじゃないですけど、役を通して味わえるので、そこ楽しみですよね。そうですね、衣装合わせで私は令和から来た人間なので、そのあこのスタイルは昭和にはないですねみたいなジャッジの仕方をしてたんですよ。なのでやっぱり衣装とかメイクとかヘアスタイルとか、なんかそういう楽しみ方もあるのかなと。なんかやっぱりこの業界とか、まあ、挨拶が大事だなと思って、やっぱり阿部サダヲです、はじめましてよろしくお願いしますって言った時に、前にも共演したことありますよって言われて、あ、ちょっと失礼だったかなって思って、はい、あります、あります、あります、そういう時はありますけど、まあ、でも一応挨拶した方がいい。そうですよ、そうですね、はじめましてって言わなければいいのか、あれどうも、どうも阿部サダヲです、よろしくお願いしますって言えばいいのか。授業参観にすごいなんかすっごい肩パッと入ったジャケットで、でもそれグレーなんですよ。私的には清掃なんですけど、パリコレみたいな感じで行っちゃって、私は不適切だと思ってなかったんですけど、あ、不適切だったかもしれない、この肩パッとはみたいな。あ、髪切りましたねって言って、着てないですっていう。ないですか、なんかすごいてんてんてんなっちゅうか、ごめんなさい、不適切なことしちゃったなって。
はい、昭和を、生きてきた方たちも楽しめますし、まあ、令和の方たち、まあ、平成から令和を過ごしている若い方たちもこんな時代があったんだなっていう、またこんな時代かっこよかったんだなっていうふうに思っていただけるようなドラマになると思いますので、ぜひ楽しんで見ていただければいいなと思います。よろしくお願いします。来年1月スタート金曜ドラマ不適切にも程がある、ぜひご覧ください。ときめく時を TBS。